4連休も終わりということで、今回はこちらカップヌードルではなくゴジラを作るを作っていきたいと思います。今回は折り返し地点の55まで作っていければと思ってます。では早速ゴジラを。ではまず43号、まあ、ゴジラを作るは毎回こんな感じで本もついてて、内容はゴジラ映画クロニクル、ゴジラ対メガロン2特撮の現場、ゴジラ大研究第35回はゴジラ映画宇宙人図鑑1 X 星人だ、ゴジラとその時代第15回はゴジラ誕生の秘密15、そして西川真嗣のゴジラ大解剖はゴジラ対ビオランテのビオランテ2、安子さん食獣タイプ、組み立てガイド、リアスピーカーをメインフレームに組み付ける。まず金剛のパーツに入っていく前に、このメインフレームにこちらの頭部を取り付けます。まず頭部からこんな感じでケーブルが出てるんだけど、このね上の方をこんな感じでこうします。でここですね、これを伸ばします。でこれをここにカシャンと、あ、こんな感じかな、はめ込む、スライドさせる前に、よしよし、こんな感じかな。でこの裏側のここの2箇所をこちら前後までで保管しておいたタッピングネジで留めていきます。今ね初めて立ち作業してます。めちゃくちゃでかいんだもん。っていうかなんだかんだでもう9月も終わりそうですよね。いや半端なく早い。今年は特にね1年が早かった。これ前回も言ってたっけな。はい、できました。ちなみに仮止めです。そして混合のパーツを使っていきます。まずリアスピーカーのコネクトの先端に数字の14を書きます。よいしょ。でこれをグググググっと来て、このリアスピーカーのこのケーブルを中にこんな感じで通して、よいしょ、ここにガシャンとつけます。そして4箇所ネジ止めしていきます。ちょっと固定しながらやった方がいいね、ずれるから。こう対角に止めていくと安定します。まずはちょっとね軽く止めていく感じね。そしてここ、こうなったらね安定するのでしっかりと止めていきます。というわけで43号の完成。この背面のスピーカーからこの頭部、ゴジラ感がより出ました。めちゃくちゃでかい。では続いて44号を作っていきましょう。不吉な数字なんかやだ。今後の内容、ゴジラ映画クロニクル、ゴジラ対メガロ3本編撮影の現場、ゴジラ大研究第36回はゴジラ、エビラ、モスラ、南海の大決闘と怪獣等の決戦、ゴジラの息子の宣伝展開、ゴジラトリビア、全国東方系風切り番組一覧、そして西川真嗣のゴジラ大解剖はゴジラ対キングギドラのゴジラ、ギドゴジ、これやばい。組み立てガイド、メインフレームに腹部 PW 骨格右を組み付ける。中身はこんな感じ、 PW 骨格のみだね。まずこの小さな骨格のこの3つの溝に木工用ボンドをつけていきます。爪楊枝につけてここね、はい。で3箇所つけれたら、まずこのでかい骨格を甲向けで一番右につけます。よし、ちょっとはみ出たか。で次はここの突起がついてないこちらの方、こちらをこう向きでここにつけます。で最後のこの骨格をこう向きでここにつけます。こんな感じですね。でこれをメインフレームの右側、ここにこの細い突起が後ろに向くような形でつけていきます。よし、うん、ちょうど穴にこんな感じですっぽりはまりますね。でちょっと押さえるような形をして1分間動かさないようにします。というわけで44号の完成。では続いて45号を作っていきましょう。45号の内容、ゴジラ映画クロニクルはゴジラ対メカゴジラ1ストーリーガイド、ゴジラ大研究第37回ゴジラ映画怪獣図鑑4東方チャンピオン祭りの原点とは、東方チャンピオン祭りその前史、そして西川真嗣のゴジラ大解剖はゴジラ対キングギドラのゴジラザウルス&ドラッド、お、そこ来た。組み立てガイド、メインフレームに腹部 PW 骨格左を組み付ける。中身はこんな感じ、44号と全く同じですね。まず先ほどと同じように小さな骨格の溝にボンドを入れていきます。で今度はここの突起があるこちらの方を先に一番奥の溝に入れていきます。だからさっきと逆にするってことだね。そして次は奥に突起がない方、これを真ん中、よし、そして一番でかいやつ、よし、はい、こんな感じになります。でこれをメインフレームの左側のここにこちらをつけていきます。よし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 。そしてこの状態で再び1分間固定。ではここで小話を一つ、玉金
というわけで45号の完成。いやー、骨格がついた。なんかすごいぞ。なんか本当に骨組みっていう感じがしてきた。うん、いいね。なんかすごく迫力も出てきた。では続いて46号を作っていきましょう。46号の内容、ゴジラ映画クロニクル、ゴジラ対メカゴジラに特撮現場、ゴジラ大研究第38回は怪獣総進撃とゴジラミニラガバラオール怪獣大進撃の宣伝展開。あ、面白そう。ゴジラとその時代第16回ゴジラ誕生の秘密16。あー、いいね。これも検討用モデルの初号軸、形がすごい。これそして西川真嗣のゴジラ大解剖はゴジラ対キングギドラのキングギドラ。きた。組み立てガイド、右歩行ギアボックスにギアをセットする。中身はこんな感じ。まずこの右歩行ギアボックスの内側のこの穴にベアリングをはめ込みます。この時にね、斜めになったりとかしないように、あ、早速斜めになってるわ。あ、いける。まっすぐカチャッというまではめ込みます。いい音するね。で、左側も同様にはめます。よし、こんな感じですね。そしてこのギアの突起が短い方をこのベアリングの穴にぶち込みます。お、スッと入った。もう一個も同様に入れます。よいしょ。そしてこうやってね、回るかどうか確認します。しっかり回りますね。ということで46号の完成。過去一簡単だったんじゃないかな。では続いて47号を作っていきましょう。47号の内容、ゴジラ映画クロニクル、ゴジラ対メカゴジラ3本編撮影の現場、ゴジラ大研究第39回はゴジラ映画のレコード音版、ゴジラのマーチ、そして西川真嗣のゴジラ大解剖はゴジラ対キングギドラメカキングギドラ。組み立てガイド、右歩行ギアボックスにギアとモーターをセットする。中身はこんな感じ。お、モーターがついてますね。まず先ほど作ったこの右歩行ギアボックスの後ろ側のここ、この六角形の平らになっている部分を上に合わせます。まあ、どういうことかというと、こうやって上に合わせたらこのアジャストプレートっていうやつでこうやってね、固定してやるんです。あ、はい、こんな感じで揃えてあります。で、ここはね、外れないようにテープでね、固定しといてあります。そして内側のここにシャフトを入れます。そして真ん中にも入れます。そしてここにも入れます。こんな感じ。そしてこのギアを入れていきたいんだけど、眉ごもりの出番ですわ。おいでやす。ギアの段差部分のここに米粒半分ぐらいのグリスをつけます。よし。そして平らな方を上向きにした状態でここのシャフトの一番奥にまず入れます。ほ、こんな感じ。同じ要領でもう一個つけます。そして今度は真ん中に入れます。お、遠近感どうなってんの俺の。入れ。よし、しっかりと奥までね。そして最後手前のシャフトに入れます。よいしょ。こんな感じで入れられたら、こんな感じでしっかり押さえてこのね、こやつを外してあります。よし、よし。そしてここを回してグリスをね、しっかりと行き渡らせます。お、回ってる回ってる。そしてこのモーターの先端に数字の10を書きます。そしてモーターのウォームギアにまた米粒半分ぐらいのグリスをつけます。そしてここにこのモーターの黒いケーブルが上になった状態で入れます。よいしょ、入った。で、この時にこの小さな突起の内側に赤い線が来るように配置します。こんな感じですね。ということで47号の完成。では続いて48号を作っていきましょう。48号の内容、ゴジラ映画クロニクル、メカゴジラの逆襲1ストーリーガイド、ゴジラトリビア、ラドンやバラゴンもゴジラが演じていた元祖ゴジラ俳優中島春夫の仕事。ああ、春夫さん、これはいいな。そして西川真嗣のゴジラ大解剖はゴジラ対モスラのゴジラ、バトゴジ来ましたね。組み立てガイド、右歩行ギアボックスを完成させる。よし、中身はこんな感じ。多い。まずこちらのスイッチの先端に数字の9を書きます。あ、なんかよく分かんなくなった。まあいいか。そしてケーブルのこちらの赤い方をこちらの右歩行ギアボックス外のここに、こんな感じで下の穴が入るように差し込みます。そしたら今度はこちらの黒い方のケーブルを今度はね、こんな形ではめます。
そして細長いネジで留めていきます。はい、こんな感じになりました。そしたらまずこの赤いケーブルをここに通します。こんな感じね。この時にね、強く引っ張りすぎないようにします。そしたらここにもこんな感じで通します。はい、こんな感じですね。で、次はこの黒いケーブルをここにこんな感じで通します。よいしょ。で、ここにね、こんな感じかな。よいしょ。はい、こんな感じにします。そしたら先ほど作ったこれのギアに今回ついてたこのベアリングを入れます。ちゃんと奥までね、こっちにも入れます。そして先ほど作ったこちらで蓋をしてやります。で、その際にあのモーターのくぼみとこの蓋の突起がちょっと重なるような感じで入れるらしいです。これでいいのかな。赤い線はこれでも内側にならないけど大丈夫なのかな。これとりあえず説明書のままでいきます。そしたらこれをこう裏側にして、ここの3箇所をこちらの長くて太いネジでプラスドライバー1に変えて止めていきます。よいしょ。しっかり外れないようにね。よし、ここも止めていきます。はい、止めれたら今度はね、こちら側にしてこちらの歩行クランクをここにつけます。もう1個つけます。で、この際にね、このつまみの位置を揃えます。揃ってますね。そしたら 8mm のネジで止めていきます。太くて短いネジね。よいしょ。よし、よいしょ。よし、止めました。そしたら恒例の動作テストを行います。このモーターから出ている10番のコネクタに赤と赤、黒と黒をつけます。そして単4電池 ×2 を入れます。よいしょ。お、動いてます。反時計回りに動いてるね。これね、クランクが反時計回りに回ってます。うわ、中ですごい動いてる。めちゃくちゃ回ってますね。うわ、グリスがいい感じに滑らかに潤滑油として機能してますね。今度は黒に赤、赤に黒を入れます。今度は時計回りにクランクが動いてます。うん、いいですね。というわけで48号の完成。こちらのネジは保管しておきましょう。そして電池はね、外します。では続いて49号を作っていきましょう。49号の内容、ゴジラ映画クロニクル、メカゴジラの逆襲に特撮の現場、ゴジラ大研究第40回、キングコング対ゴジラから怪獣送信劇まで、東宝事業部出版発行パンフレット。これめちゃくちゃ面白そう。ゴジラとその時代第17回、ゴジラ誕生の秘密17、そして西川真司のゴジラ大解剖は、ゴジラ対モスラのモスラ。モスラーイ。組み立てガイド、右歩行、足後ろをメインフレームに固定する。はい、中身はこんな感じ。長いのがおる。まずメインフレーム右側を向けてこんな感じでちょっとね、倒してやります。で、ここですね、ここにこれをこんな感じではめます。お、お、意外とすっぽりはまった。そして 1,2,3,4,5,6箇所を先ほどの号で保管した太くて長いネジで留めていきます。ここも立ち作業ですね少しずつ徐々にね、まんべんなく留めていきます。中腰なのでかなり腰にきてますね。あー、ジムに通わなきゃいけねえな。よし、5箇所目。ただ6箇所留めるって初めてなんじゃないかな。よし、6箇所留めれました。そしたらこちらのネジとピボットを一旦外します。そしたらこちらの後ろ足、このアルファベットの R がこちらに向いた状態でここに通すのかな。はい、で、先ほどのクランクのこのつまみに通します。そしてここのね、外したピボット、ここにもこんな感じで重なるようにします。そして金剛についていたワッシャーに金剛の 8mm ネジを通してここを止めてやります。よし、よいしょ。で、これ目いっぱいまで締めたらこうね、90度戻してやります。少し緩めるんですね。そしたらここを再びピボットと長いネジで止めていってやります。で、ここもこう目いっぱいまで締めれたら90度戻します。少し緩めますね。はい、
ということで、というわけで48号の完成。では続いて49号を作っていきましょう。49号の完成。腰が痛かった。ちなみにこちらのパーツは保管します。ではラスト50号を作っていく。50号の内容、ゴジラ映画クロニクルムガゴジラの逆襲3、本編撮影の現場、ゴジラ映画怪獣図鑑5、ガイガンだね。そして西川真嗣のゴジラ大解剖は、ゴジラ対モスラからバトラー1、幼虫かな。組み立てガイド、右方向足前をメインフレームに固定する。はい、中身はこんな感じ。まあ、これは前回の続きですね。まずここのネジとピボットカラーを外します。そして混合についていたこちらを、またまたアルファベットの R が表向きに向いた状態で、前回と同じ要領でここに通していきます。よいしょ。そしたら混合についていた 8mm ワッシャーと 8mm ネジで止めていきます。前回同様ここね。でここもネジ頭が接触したら90度戻します。そして再びピボットカラーと長いネジで止めていきます。前回と同じ工程ですね。ここも硬くなったら90度戻す。こんな感じで OK。 続いて保管しておいた右歩行足の下と右足の底に当たるのかな、これをこんな感じで重ねて穴が重なるようにねします。このくぼんでる穴、ここに合わせます。こんな感じですね。そしたらこちら混合についていた長い方のサラネジでプラスドライバー1に変えて止めていきます。これも少し止めたらこんな感じでね、通していった方がいいですね。こちらもよし。ほ、そしてここ、はい、こんな感じで4箇所止めました。あのね、止める順番はね、やっぱりこう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 と順番に軽く止めていった方がいいらしいです。でこれは仮止めで、この2つのパーツがね固定できたらいいらしいです。本締めは後で行います。そして再びゴジラをこんな感じで寝かせて、この足の裏のここに混合についていたこちらをはめていきます。その際に角が丸くなってる方をこう向けにね、上になるようにします。だからこうだよね。よし、はめた。こんな感じで、先ほど作ったこいつのこの裏側ね、ここの突起、これをここの2つの穴に通していきます。この足の底にこうやって通してはめるのか。ちょっと待って待って、あ、ここちょっと待って待って待って、ん？難しいぞ。ん？こうでしょ。まずここにこう通して、ここに、あ、いったいった、こうだこうだ、スポッとはまった。内側から見たらこんな感じになってます。でここの2箇所を保管しておいた短い方のサラネジで止めていきます。結構ここね、簡単なようで難しかった。作業がというよりかは撮影が難しかったでここも接着したら90度戻します。こちらも90度戻します。よし。そしたら動作確認テストを行います。このコネクタの10の赤に赤、黒に黒を差し込みます。そして電池を入れます。どうだろう、動くかな、ちょっと不安。はっ、お、え、わかります、すごい、え、前後に動いてるだけじゃないぞこれ。上に上がって、あ、これはまさに歩いてる動きじゃん。下に下がり、のしのしという足音が聞こえてくる。ほら、足踏みしてる。すげえ、これ地面にはギリギリつかない。うわー、すげえ、すごく考えられてる。ここもいい感じに動いてるね。わあ、でも待って、骨組みのこうやって動いてるのもたまらんな。なんかレトロな感じで、ブリキというかさ、いやーすごいなこれ。この映像ちょっと残しておくわ、個人的に。うわ、すごい楽しい。なんかすごいね、なんか全てがつながってきてる感じがちょっとたまりません。うわー、ということで50号の完成。ちなみにゴジラは前にしか進まないので、逆の動きの動作確認はしなくて大丈夫です。
はい、というわけで50号が終わりました。うわー、折り返し地点これちょっと外してさ、こう骨組みにした方が今映えてるよね。ちょっと尻尾今ついてるけど、この状態はもうおそらくね、今後なかなか見れないと思うので、骨組みが完成したらね、めちゃくちゃパシャパシャ写真撮りたいね。すごくかっこいいんですよ、本当にリアルメカゴジラ。昔のリモコンゴジラもさ、中身こんな感じになってたのかなとかさ、いろいろ思うよね。音がねちょっとねうるさいっていうコメントとかもあるんだけど、その辺こう外皮につけたらね、多少は絶対にうるさくなくなると思うから、どうなるかその辺も楽しみなんだよね。この子とかさ、1号に作ったんだけど、え ?1 年前の1月とかだから、もうほとんど2年ぐらい前から作り始めてるのか。いやいろいろあったよな、ほんと。ピボットをなくしたり、デアゴスティニスさんにね、そのパーツをまさかいただいたりとかね、ドライバーをずっと間違ったまま制作してたりとかね皆さんにね教えてもらいながらね、ここまで本当に来れました。コメントとかがねなかったらね、いろいろもっと失敗してたと思う。うん、本当に感謝してます。手間だ半分なんだけどね。このホリゾントとかもね使いたいよね、完成したら。本もねこれだけ集まりましたよ。ケースあと3つ買わなきゃいけないんだよね。これもね一気に読むのが楽しみ。はい、というわけでね、ここまで来ましたが、まだまだなんで、今後もね気を抜かず作っていきたいなと思いますので、皆さん応援よろしくお願いします。で、今回右足作ったじゃないですか。で、次回はおそらく左足をね全く同じ工程で作ることになるんですよ。なので次回の動画はね結構溜めて、そう、前半部分の足の部分とかはテンポを上げてお送りできればなと思ってます。だって内容かぶっちゃうんでね、ほとんどそんな感じで結構溜めたいと思うので、配信はもう少し先になるかもしれません。とりあえず今日はねこの状態で置いておきたいなと思います。そんな感じで今回もご視聴いただきありがとうございました。それではまた。バイバイ。